馬場の音戸は、小なたの牢より見通すほど遠からず。若き人々、綿殿の戸を開けて、もの見よや。左の司に糸よしある官人多かる頃なり。少々の天井人に劣るまじとのたまえば、もの見んことを糸をおかしと思えり。大の御方よりも、わらべなど物見に渡りきて、牢の戸口にミス青やかにかけ渡して、今めきたる裾子の幹長ども立て渡し、わらは下遣いなどさまよう。この屋敷の馬場の御殿、そこで教舎をやるわけですけれど、そこはこの東の御殿からそんなに遠くないところだ。源氏がおっしゃるには、若い人々、この御殿のここにお仕えしている若い女房たち、綿殿の戸を開けて見物なさいよ。今 F の左の司、左右の両方に分かれている F の、その左の F の方に、大層由緒ある官人たちが揃っている時だよ。この連中は生実家な天井人に決して劣ることのない連中だよ。そんなふうにおっしゃるからして、女房たちはそれを見物することを大層興味深いことだと思っている。タイの御方よりも、タイの屋にいらっしゃる玉かつらの姫君の方からも、わらわべなど物見に渡りきて、若い女の子なんかが見物にこっちへ移ってきて、そして牢の戸口にミス青やかにかけ渡して、戸口のところにミスを青々とかけ連ねて、今風な裾子の幹長ども立て渡し、当時の流行になっている、上が薄い色で下へ行くほど色が濃くなっている、その幾帳移動式のカーテンなんかをずっと立て回して、使えている、つまり玉かつら好きのわらわたち、あるいはさらに下遣いをしている者たちなんかがうろうろとしている。ここからまた細かい衣装の説明になるわけです。